到着しましたね。あとはね、ここで受付してくるだけです。まずはね、お菓子でエネルギーチャージしてますね。ここにいっぱいついてるけど、あ、雨のね、一番最初の作業はカッパを切ることですよね。カッパを切れないとね、始まりません。よし、こいつをかぶれば完成ですね。よっしゃ、これでね、もう雨怖くありません。雨の下に出ても全然大丈夫。よし、タープの方立てていきましょう。あー、腹減った。よし、力持ちになりますね。ちょっとね、いつもね、設営するときにね、腹が減ってくるんですよね。力持ち買ってきました。懐かしいわ、これ小学校の頃よく食べてましたね、これ。餅はもちもちじゃないな、見たかな、なんか CM あったな。おお、来ました来ました。お、止めて止めて。よし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 。よし。もちもちなんちゃらだったかな。もちもちラーメン、もちもちうどん。なんかあったな。よっしゃ。さあ、どんな感じかな。できたかな。
ちょっと硬さをねチェックしますね。うん、全然芯が残っちゃって。うどん系ってねフライングしやすいですよね。しかも餅が入ってるから時間がかかるのよ。フライングしちゃうよね、うん、待てません。腹減った、もう食べちゃう、食べちゃう、開けよう。餅も柔らかくなってますよ、うまそう。うまっ、うん、わっ、雨がまた強くなってきましたね。さっきまで弱まってたのに。うん、でもね、あったかいもんって、ね、助かりますよ。こんなね、真夏日でも肌寒いですからね、雨降ると。雨降って、そして森です。この組み合わせを本当に、真夏あり、涼しいです。飲まへんかいな。いや、飲まへんな。毛畑作ってますね。毛畑作ってね、これで空気をたくさん入れてやります。そうすることによってね、フェザースティック効果ですね。これ簡単にフェザースティックの作れちゃうっていうやつですね。今ね木砕いててね、思いつきました。これで燃えるんじゃないかな、もう普通に。はい、設営の方もできてね、力うどんも食べて力全開です。でもね、お腹も全然満たされてないんですよね。お腹空いたんで、さあ晩ご飯の方作っていきたいと思いますね。あ、そしてね、今日はねこれ台風の方が来てるんですよね。こちらの方に台風の方が向かってきてるんですけど、今はね雨の方ね全然マシになってきましたね。台風に向かってね、湿った空気が入ってきますからね、あれ。これからひどくなると思うんですけど、なんかね、ニュースを見てたら、太平洋側の方が雨がひどくなると言ってたんで、昼賀の高原の方選びましたね。あまりひどすぎてもね、大変なんで。さあ、料理の方、頑張ってきますよ。腹減ったよ。はい、まずはねご飯の方炊いていきますよ。今日の料理はね、
私一度でいいから作ってみたかったんですよね。本当にテレビとかでねよく見ていたんで、どんな味がするのか楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみです。今日は私の好きなね鶏使いますからね。これが楽ちんなのよ。米好きにはたまりませんよこれ。ほんま米好きやったらほんまこれいい。災害が起きた時とかもねこういうのあるといいですよね。はい、着きました。さあまずはね今日使うのはレモンになりますね。レモンとね鶏の相性いいですからね、作っていきたいと思います。まず一品目は鶏の蜂蜜レモン煮になりますね。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。あれ作ってみたかったんですよね。あれ、ああ米が炊き出しました。びっくりした。なんか何の音かなと思ったらごとごと言い出しましたね。めちゃ作ってみたかったんですよね。憧れの料理ですね。さあどんな風に味ができるか楽しみです。ニンニクも使っていきますね。よし、ニンニクの方ね刻んじゃいます。ニンニクの方刻んでね美味しくしていきますよ。おおおおお、香り全開いい。よし、ニンニクだー、ニンニク丼いっちゃいましょうね。ニンニク丼だ。よし、ここにレモンですね。こちらがね日本産の広島レモンになりますね。そしてこちら南アフリカ産の、ね、レモンになりますね。こちらのね海外から来るレモンはこの抗カビ剤みたいなのがついてるんで、ちょっとね皮を剥いて使いたいと思いますね。そしてこちらはスライスしてね皮ごと食べれるように使います。これなんかこっちなんかねもうこれ一つでねこれ3つ買えちゃうんですよ。これ値段全然違う。すごいわ。あーこれをね日本産普通にね広島産のレモンを普通に4つ買いたかった。こんなレモンの皮剥くやつなんかいるかなこれ。そんなに気にしなくてもいいと思うんですけどね。なんかね昔おいしんぼやったかな、おいしんぼかなんかのねアニメかなんかでねやってたんですよ。柑橘系とかねなんかそういうのは。鳥が鳴いてますね。柑橘系とかねそういったものは案外ワックス系とか抗カビ剤みたいなのが塗布されているのでダメなんだって。誰やったっけあの人、主人公の男の人。そうそう思い出しましたね、山岡ですわ。山岡やわ、ほんま。でも山岡って言ってた課長が係長やったかな、あれがめちゃくちゃインパクト強いですよね。めちゃくちゃインパクト強い。あーよだれ出てきた。でもよし、これをねこの何かわからなくなったねレモンちゃんをスライスして、あとはね細かく刻んじゃいますね。これねマーマレードみたいな感じになっちゃうな。これうわすげえ、レモンの酸っぱい香りが、あーこれ食欲出ますね。これはうまそう。よし鍋の方に入れていきますよ。それではねこのスライスしたニンニクとレモンの中にねまず醤油ですね、醤油を入れて、あとお酒ですね、お酒なるべくちょっと多めでいっちゃいます。よっしゃ、ここにねまたレモンの方絞っていきますよ。おりゃ、おーおーいっぱい出る、すげえ。ここにね手羽元の方どんどん入れていきますね。
ありったけでできます。あ、そうそう、忘れてた、これ一煮立ちさせなダメなん、ダメなんでした。そしてこの出来上がったね、このソースの中に蜂蜜の方を入れていきますね。これちょっと多めにいっちゃおうかな。おーりゃー、こんなもんでいいか。蜂蜜入れたら焦げへんのかな、これ。あ、日暮らしが泣き出しましたね。いい感じやわ、これ。よし、一煮立ちしたんで、ここにね、手羽元の方どんどん入れていきますね。もうお箸なんか使ってたらダメやわ、手で入れていっちゃいましょう。これでね、弱火にして蓋しておきますね。20分ぐらい煮立ったらできるらしいですよ。よし、 OK。今日もこいつ削っていきますよ。これがめちゃくちゃ火の持ちがいいからな。日暮らしもね、泣き出した。もう最高のミュージックですよね。バックサウンドがめちゃくちゃいいわ。今日の方はね、こいつも使っていきます。このね、木を切った時にね、出たクズですね。クズの方もちょっと使ってみますね。どんな方に火がついていくのか楽しみですね。使えるといいな、これ。使えると思うんですけどね。いうか、よし、置いて、まずはね、ファットウッドの方にね、火をつけていきます。お、おりゃ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 。おら、おら、あ、ついたついたついた。すげえよこいつは本当に。ああ、消えちゃった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 。なんやかんや言ってたら消えちゃいましたね。よし、二度目の正直です。よし、着きましたよ。これがファットウッドの力だ。よし、そしてね、今回ね、作ってみたこいつですよね。こいつで火がつくかね、試してみたいと思いますね。つくと思うんだよな、これ。フェザースティック作るのが苦手な方にはね、この作り方おすすめですよ。これほら、もう普通についちゃったっていうか、これ持っとくのがめんどくせえな、これ。あ、こっちが切れた。松明とかしてますね。おー、ヨーグファイヤー、ヨーグファイヤー。あー、ついてくれました。よかった、今日もついてくれて。
さあお肉のソテーの方にね下味の方していきたいと思います。まずはね岩塩ですよ。岩塩かけて、そしてニンニクの方ですよね。ニンニクはねもうすりおろしなんで、これすりおろしはもうチューブの方を使っていきますね。香り付けですね。うまそうな香りしてるわこれ。ニンニクの香りってほんまうまそう。ペッパー、このね黒胡椒とねきっとこのレモンって合うと思うんですよね。よし、いい感じです。よし、もうね20分ぐらいに煮込んだんでね、おお、めちゃくちゃ美味しそうです。ここから火を消しますね。火を消してこのスライスのねレモンをね入れていくって書いてましたね。何枚くらい入れたらいいんやろ。うまそう。でもこれ絶対うまいやつやわ。よし、これで火の方蓋の方しておきますね。よし、鶏の方ねソテーしていっちゃいますよ。私大好き鶏ちゃんゴー。いい音してる。うまそう。蓋欲しいなこれ。よし、蓋の方しておきますね。うまそうだ、こりゃうまいぞこれ。よっしゃ、おおおお、あーいい色になってるわ。うまそう、めちゃくちゃうまそう。あーやべー。よーし、2枚目焼いていきますよ。よいしょ、2枚目、ダーン。よっしゃ、うまそう。これ香りたまりませんねこれ。よし、これぐらい焼いたらもう OK でしょ。うまそう、この感じ見て。ちゃっちゃん油がもうぎっしゅ。これです、いっちゃいます。あら、音はちょっとおとなしめですけどね。そしてこのしめじだけでね、この鶏油で炒めていきますね。これなんでキノコってこれキューキューなるんですかね。なんか不思議な音やわこれ、いつも思う。ほら、ネズミちゃんみたいでしょ、なんか。何やろこの音。戻して、戻しちゃいます。バター一かけ、ドーン。ちょっと待ってよ、これフライパンにしようか。ほら、これ見て、これ、これ見て、これ、バターのところ、これ、ここにね醤油いっちゃいますよ、醤油。どりゃー、うまそう。そしてここに追い打ちかけてね、レモンです。レモンの方絞っていきますよ。ふうふうふう、うまそう。これはっていうかどんな味か想像つかねえ。想像つかないけど、これを食べてみたかったんです。私はこのバターレモンソースをね、この鶏にね絡めてきますね。これ絶対うまいっしょ、これ。どんな味なの、これは。本当に。うわ。鶏もね、ふっくら焼けてて美味しいですよ。さっきまではね、皮がパリパリやったんですけど。うまそう。やばい。そうそうそう。ここにはね、レモンちゃんたち乗せていきますよ、もちろんね。レモンたちを乗せていきます。よっしゃ。さあ今日のご飯完成です。よし、料理の方出揃いましたね。め
ちゃくちゃうまそうです。私の憧れていた料理ですね。さあ早速ね、まずご飯のおついで準備していきますよ。さあご飯あちっでもちょっと冷えちゃった。おいい感じ、ご飯のいい香りですね。よし、今日は2合炊いちゃいましたからね、十分食べれちゃいます。お焦げもできてる、いいでしょう。これぐらいでトン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 、火の伸びと、よっしゃ、やっぱこいつでしょう。よいしょ、オッケー、よいしょ、おお、ここにお入れもしちゃいますね。これがうまいんだわ。よっしゃ、いただきますね、いただきます。皆さんお疲れ様ですね。レモン効くね、うまい。鶏のソテーです、こいついただいちゃいます。本当はね、ここにねイタリアンパセリを乗せたりしておしゃれにするらしいですけど、もうおっさんはねシソです、シソ大好きな、シソとねレモンって合うと思うんですよね。しかもあー虫まではいる、虫がおいおい、これ絶対おいしいと思うよね。私的にはイタリアンパセリよりも私の中ではね、シソの方が絶対うまいだろうと思ったんでシソにしちゃいましたね。よっしゃ、切ってきますよ。これね、ちゃんと板の上じゃないからね切りにくいんですけどね、あまり下まで切りたくない。おお、この肉汁うまそう、やばい。これを切って、もうちょっと切っとこう。ちょっとねでかす、いつもでかすぎるから。よし、ここにねきのこ乗せて、あ、これレモンも添えた方がいいかな。レモンも切っちゃいましょう。よし、見てこれめちゃくちゃうまそう。さあ食べちゃいますよ。うまっ、うわっ、これレモン合う。レモンがこんなにうまいとは。めちゃくちゃ合いますね、ご飯めっちゃ進む。これね、このレモン必要っていうか、これ広島産レモンがめちゃくちゃうまいのかな。これ大葉はどうなのかちょっとね微妙ですけどね、めっちゃうまいですよ。これぐらいでかいとねご飯が入らないんですよ。これがダメいつも思うのよね、ご飯炭水化物ってね。よし、ちょっとお肉ちっちゃめにして、あん、なんじゃこりゃ。レモンがこれほどうまいとは。今ってねこのレモンサワーが流行ってるんですかね、めちゃくちゃ売り場にたくさんあるし CM もよく流れてますよね。皆さんね、よかったらおすすめのレモンサワーあったら教えてくださいね、書き込みお願いします。うまいよ。これね、このレモンスライスと一緒に食べた方が全然違う、もう全然別物。レモンスライス必要だわこれ。うますぎやなこれは。よし次ね、蜂蜜レモンに
もしかしたらね、私はね、体を使う仕事しているから、酸っぱいものをね、体が求めてるのかもしれませんね。あ、これ菜箸ちゃんと置いといたのに、ね、うまそう。これ私ね、この手羽元の煮付け大好きなんですよね。醤油とね、砂糖だけでね、煮込むの大好きです。よし、これ食べてみましょう。はちみつレモン煮食べてみますね。はちみつレモン、お肉もほろほろ、甘酸っぱい感じが美味しいですね。これはちみつレモンや、軟骨まで食べれちゃう美味しさ。小豆もテンション上がってますね。うまい。いや、もったいない。こっちのレモンは酸っぱい。めっちゃ酸っぱさ感じる。ほろほろ。もうね、トントンしまくり。もったいない。痛い。何やそれ。痛い。さあ、こいつ見てください。これね、茶碗蒸しかと思いきや、でっかうどん蒸しなんですよね。うどん蒸しって何それっていうか、初めて聞きましたね、うどん蒸し。ちょっと興味本位で買っちゃったんで。うわ、これうどん入ってんのこれ。さあ、でかうどん蒸し、なんじゃこれ。茶碗蒸しにうどんが入ってんのかなこれ。え、出てこいや、これ揚げや。うどんや、ほんまに。ほら、かまぼこも入ってますねこれ。ん、うわ、なんか神秘的。うどん食べちゃってみましょう。うどんが溶けてきます。もう伸びきって伸びきって、もう前回まで伸びきった うどんでこんな感じなのかな。すげえ、でも美味しいですよ。今日はあずきちゃんが誕生日前ということで、誕生日祝いお肉買ってきましたね。バースデーお肉になりますね。あずきちゃんのお肉焼いていきますよ。ひだ豚になります。お、この脂うまそう。いけー。俺が食いたい。うまそう。いいね。あー、いい香りしてますよ。うお、こんなもん。さあ、ワンちゃんたちのご飯できましたね。早速ね、ワンちゃんたちご飯あげていきたいと思いますね。焼き芋もね、焼いてみました。おお、しっとりできましたね。美味しそうにできましたよ。ワンちゃんたちにもちろん分けちゃいましたね。あずきちゃんおめでとうございます。あずきちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、いや、あずきちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。これつけとかないよ、考えたら。俺は何のテンション上がってあったかなって、あれ気をつかへん。ガスがなくなりました。よし、あずきちゃんおめでとうございます。あずきのゆずの方がテンション上がったな。長生きしてね。はいはい、おめでとう。
人で寂しい。今日のお皿はダイソーさんで買ってきましたね。ダイソーさんちょうどいいね、ワンちゃん用皿あったんで買っちゃいました。しかも可愛い感じです。待て、待て、待て、待ちな、待ちなさい。ダメダメ、欲しい人。はい、あーよう食べてるわ。もう今日もよう食べてくれてる。よし、あーまあまあ、この台関係なしやな。もうめちゃくちゃがっついてますね。あーせや、今日はねまだあるんすよね、おはぎが。おはぎ買ってたの忘れてた。もう夜もね更けてきたんで、みんなで寝たいと思いますね。ああ落ちた、あずき。よーし、あずきもう、ああ落としてる。あずき、はい、はい、はい、ああ、ユズ狙ってる、ユズ狙ってる。ユズ見つけちゃった。はい、完食です。